はいどうも、妖怪三国志じゃなくて妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今日7月26日なんですけど、不動明王とね空天この辺のね、シャドウサイド妖怪の、復刻が最終日となってます。で初日にね、爆死したんだけどまたね、1万3500まで貯めてサブアカもね、貯めましたのでメイン30サバカ20、10の計60連、リベンジということでガシャ回していきたいと思います。で特にね欲しいのは日の新シャドウ、うん、0.2% なんでもう当たったらラッキー。ただ SS がね、まあ、1体でも落ちればいいかなというところですかね。で日の新シャドウとね、まあ、持ってるんですけど空天、まあ、だからサブアカ欲しいかな。空天は復活のスキルがあるので、絶対欲しいなというとこですかね。はい。ということで、26日23時59分までということで、まあ、最後ね、多分ラストチャンスガシャだと思うんですけど、まあ、このね、復刻は罠かとは思うんですが、まあね、悲願というかね、ということで、やっていきましょう。うん、そしたらガシャ行きましょう。いやー頼むぜマジで。まあちょっと運落としてやりましょう。ほんとコイン集まったな。早くこいつを秘伝書に変えないとな。幻は秘伝書になる。 OK、 じゃあ行きましょう。30連20連10連でもうフルフルでいきます。ウィスパー1個モテマクールがでもな落ちるのはいいよね今回ね。まあ一応妖怪三国志大好きなんでね、あの武将妖怪もね、まあ当時は弱かったんであんまりねゲットしてないんで土のコライトがめちゃくるな。さあ何でもいいよっていうね。うっきたー、リンネでもいいけどドゥー覚醒吹雪姫消去出ましたね。特殊能力付き、あなた一生ついていってあげる。覚醒吹雪姫消去ゲット。あこれは新妖怪なんだね。ちょっと最後に見ましょうか。ちょっと SS これじゃなくて日の新シャドウが欲しかったんだけど、まあ行きましょう。うなんと連続日の新シャドウ、じゃーん、なんとリンネが来たリンネ来た。これ10連でやめたらから神引きってやつだなこれ。マジか、これラストチャンスもやる必要なくなったぞ。っていうかサブアカで欲しかったなリンネ。なんと覇王リンネがゲット10連で、なんと何マジか。でも確かに 0.5% だからな。ただ私が欲しいのは日の新シャドウなんだよ。いやーリンネゲットしちゃったよ。なんで神引きしてしまったけど、これでやめないからダメだ。いや日の新シャドウがあったらねもっと楽に特攻なし攻略できるはずなんだよね。だから欲しいのは日の新シャドウと暗黒神だニャンボで暗黒神がねどうしても欲しいよね。復活のスキルあるやつはあとなんだろうね、持ってないやつ。お来た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 、えう、おおそっか、そうそうそう、この辺の武将妖怪ジバニャン S とかコマジロー S とかコマさん S とかね、そこの辺スカスカだもんね。そうこの辺ゲットしないんだよ。さあじゃあラスト、うい金で止まる率 100% じゃないか。ああジバニャン劉備、そうだ持ってないんだよ。そうなんだ、ダークニャン操作も出たよな。そうこの辺スカスカなんだよ、スカスカなんだよ。はいじゃあラストメイン赤のねラストは30連目。いやこれ神引きだったのにな、やめてれば。リンネ強いんだろうな、
でも日の新シャドウが欲しいんだ本当に。これからのプニプニライフを、かなりいいガシャだな。久々にいいガシャだな。金が今のところ欲しいのが出てきてくれてるね。さあ行きましょう。上からぶっ、また止まった。5連続止まった。日の新シャドウ、おお、ブシニャン流砲か。そうなんだよ、この辺持ってないこの時弱かったからな。これは、うん、埋まってくね。白駒伝丹とか持ってないよねきっとね、多分。さあ行きましょう。うい、ああ、ぬらりいいよ。ああ、うい、ゼットランクが2か出た30連でゼットランク2個出たよ。そっちじゃないんだよラスト。うガーン、マジか。日の新シャドウゲットできなかったけど、Z ランクが30連で2つ出ました。はい、ということでちょっといいかもね。この動画アップされてる頃にはもう残り時間少ないと思うんだけど、まあまあいいかなと思います。じゃあちょっとあとサブアカもやります。はい、そしたらね、2番目のアカウント来ましたんでやりましょう。このアカウントはね、実は日の新シャドウ持ってるんで、このアカウントは空転が欲しいな。さあ行きましょう。もうちょっとあれだな、うー、赤か。ちょっとメイン赤でなんか使い果たしたって感じがあるから、ちょっと3番目のアカウントは10連にしよう。あー、50連でしよう。30、10、10、そうしよう。いやー、あれ、なんかちょっとな、ロボニャン長運、猫股、ヤドカリじいさん、ヤドカリ村長、なんとかライト、ツチノコライトが本当出るな。ということであっという間に終わっちゃいました。はい、そしたら3番目のアカウント来ました。そうだ、忘れてた、運を落とす作戦にゃんぼ来ないね。にゃんぼ土日かな、くんのにゃんぼ。にゃんぼ待ってるよってね。明日か明後日かにゃんぼ来そうな気がするけどね。はい、そしたらちょっとごめんなさい、20連ついたけど、ちょっとメインで神引き来たんで10連にしときます。まあ3番目のアカウントだからね、リンネが来たら倒せんのかな。正直メインでリンネが来てもしょうがないんだよな。お、いいじゃん、ラストにふさわしい。サバ形でリンネ欲しかったな。不動明天はこの前のニャンボでも出たんだよね。 Z ランク30連で2体出たよ。さあこの炎の50連は Z ランク2体で終わっちゃうかな。いやー、おー、ウィスパー孔明ね。まあ今ね、アニメでもね出てますよね。あそこ周囲のところでね、手のひらひって書くとへって書いてたよねさあ長バナが C ランク、長バナナが A ランク。この前アニメで出たのは長バナだった、長バナナ、どっち。なんかトラウマになりそうな、あのバナナの回でしたね。さあ行きましょう。よっ、なんかここまで来たらこのアカウントはリンネが欲しい。キャー、エンマ大王、覚醒エンマじゃなくて、なんかね、エンマ大王がガシャから出てくると嬉しいな、なんか。はい、じゃあ行きましょう。トゥー、いいね、リンネ。おー、オロチシュウだ。そうだよね、サブアカなんかオロチ周遊だ。周遊は孫作の軍師かな、孫作孫権。さあ行きましょう。奥さんが小京だよね。うわ、奥さんも出た、
覚醒吹雪姫召喚出ましたということでね、30連10連10連で50連ねやらせていただきましたが、 SS 率はすごい高かったな。武士にゃん伝端も出たしな。はい、ということで覚醒吹雪姫が出ましたね。ちょっと最後確率を見ると、うん、0.5%、 そうだよね、 Z ランク 1% だからな、出てもおかしくないと。ランク、そうか、 SSS は出なかったけど SS は出た。あー、吹雪姫2体、武士にゃん出てってとこかね。あー、3回出たな。ジョローグモもな、他のアカウントから出ればよかったりな。多分このクローニ力とかこの辺持ってないんで、また金カップストップとかあってもね、あんまり嬉しくないパターンかなっていうところですね。はい、ちょっと SS ガシャ、SSZ ガシャって感じでしたね。うん。はい、そしたらね、メインアカウント帰ってきました。リンネゲットできたから、ミッションがね、クリアになって、エンマコインもらえましたね。三国志コインがね、技レベル3になると回せるそうですね。はい、ということで見ていきましょう。覇王リンネ。まあ、正直王族はね、汎用性が低いんであんまりって感じではあるんだが、極オロチ中へのダメージアップ、極オロチ中からのダメージダウン、横取り時の攻撃ヒットポイントアップということで、まあちょっとまたね、オロチ中の時にまたちょっと見ていければなと思いますけどね。 G 技も使えて、妖怪三国志の世界に現れた極妖怪たちのリーダーリンネ、悪の妖怪を束ねる覇王としてすべての武将妖怪に襲いかかる極悪非道の覇道を行く男ということでね、妖怪三国志国と領土ではね、まだ覇王リーネ出てきてないんですが、ゲットできましたですね。苦しみなさい。まあリーネ、わし必殺技は一緒だよね。なるほどね。ということでね、苦戦してるサバ形で欲しかったけどね。そして不動明王もね出たということで、まあね、ちょっと王族イベント、王が使えるねイベント少ないんだよね、隠しステージでね。だからちょっと微妙だけど、これで Z ランクが 1,2,3,6 体になったね。ただ王が4体というね、微妙なメンバーで構成ですね。なんでね、ぜひちょっと王以外の Z ランクがね、 なぜか王の時の Z ランク運があるというかね、何なんだろうな。王以外が欲しいんだよね。そして今回ゲットしたのが武士にゃん龍鳳ね。うん、これは今回のね、なんかアップなんだろうね、きっと。出てこないな。横取り時の攻撃アップか。うん、これで勇ましがかなりまた強くなるな。そして吹雪姫召喚、覚醒吹雪姫召喚はヒットポイントアップね。これも横取りの時嬉しいね。スキルは自分以外の妖怪プニが必殺技を使った時に発動、自身の技ゲージが溜まる、絶世の美女召喚の力が宿った吹雪姫が覚醒した姿、美しさと気品に磨きがかかり、そのオーラを目にした者は誰しもひざまく。そしてこれはね、オロチ周遊の奥さんになりますね。周遊の奥さんね、はい、横一線系なんですね、吹雪姫ね。最近ね、アニメも吹雪姫やたら出てきますけどね、まあ、吹雪姫ファンとしてはちょっとゲットして嬉しかったですが、残念ながら日の神シャドウゲットならなかった。この SSS たちがまあ出ない。復刻でなんか私出た試しないんだよな。まあまあね、ちょうど自分なんかね、不動明王天以外は持ってない、あ、不動明王と空天以外は持ってないの、剣刀と白秋持ってないし、それなのにね、不動明王天が引いてしまうというね。ただ日の神シャドウをゲットできるか、あのね、チャンスがもうないのかな。ちょっとシャドウサイド連動イベントね、ここまで来ちゃうともうなんかなさそうだよね。シュカ様もやっちゃったし、ということで残念ながらゲットできなかったですけどね。皆さんどうだったですかね、コメントなどでよろしければ教えてください。
はい、じゃあどうも最後までねご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、あとはニャンボ待ちですよね。ニャンボを待ちたいのと、争奪戦ね、第4回が始まって第5回がねまたあって終わりなんでね、ちょっとね今よ、まあ中アップだよね、ハオリーね、ダメージダウンもね、なんで、いやイノシンシャドウゲットしたかったな。まあね、最後のランキング報酬がプニキュービ200以内に入るといいんだよね。今800位なんだよね。800以内で最後の方みんなね、ちょっとやる気もだれてくると思うので、この覚醒馬なんだな、500以内な、200以内ちょっと入るの無理だと思うから、ちょっとやっぱ無理だな今ちょっと800位なんだけどね、あのまたワイポイント貯めて、ちょっとメインアカウントはねもうちょっとリンに引いちゃったんでラストチャンスはいいんですけど、まあニャンボね引けたらまた3アカウントね合わせて頑張っていきたいと思います。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。いやー難しいね、ガシャ。